次の配役はもうオーディションしてました。はい、はい、してました。えラブロマンスで。えラブロマンス、ラブロマンスでカメラマン、これキヤノン。はい、持ってください。カメラキヤノン行きなさい。カメラやります。はい、そしてこれどうやって持つ。アイオ。アイオ、私あラブロマンス。アイオ、アイオ、アイオ。そしてハル。はい、ヒロインよあなた。私がヒロインですか。あなたならできるって信じてたの。よかったな、よかった、よかったよ。あれを台本通りに言ってたの、ね、ある台本。そうね、あの久しぶりの再会を果たして、はい、ちょっと2人で河原に来ちゃった感じね。河原、はい、はい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 、河原ね。なんと明日ははるかの結婚式。おお、おめでとう。そうそうそう、おめでとうだけど気持ち残ってる、うん。とある約束を2人はするんだけど、その約束が2人ともちょっと違う方向に行って思い出せないの。ほら、うん、さあラブロマンスどうなるかっていうところ。ラブロマンス、キャノン。私は今から、キャノン、やっぱりあのカメラに映ってない、キャノン入ったわ、入ったわ、入ったわ。キャノン、やっぱり2人のアップとか心情が分かる動きっていう仕草みたいなものを2人は絶対やってくれるから、うん、それをカメラに収めてちょうだい。わかりました、頑張ります。本当に大丈夫かしら。大丈夫です。じゃあ行くわよ。どっちが先ですか、2人一緒ですか。じゃあ愛をからはるかにおめでとうっていうことを。あ、頑張ろう。わかりました。河原で距離感も。じゃあ2人のラブロマンス、はい、よーい、アイシュ。はあ、エピソードオブロゼリア1約束面白かったな。あるか。は、久しぶり。キャノン声出さないで。すいません、愛をくん。はるか結婚するんだろ。あ、うん、あのこっちから、こっちから、ゆきおくんと結婚するんだ。そっか、うん、まあよかったな、おめでとう。なんで笑ってんの。違う、カメラのアングルすごいなって思って見ちゃ笑っちゃった。ゆきおくんさ、私のこと幸せにするって言ってくれたし、だから私明日ゆきおくんと結婚するの。その時のアイナの表情を撮って、アイを。あいつだったらはるかのこと幸せにしてくれるよ。そうだね。あの、私さ、さっき映画見てきたんだ。お、何見たんだよ。ロゼリアってバンド知ってる？お、めっちゃいいよな、あのバンド。俺も好き。自然と二人で横に、一緒にさ、ライブ行ったね。行ったな、昔。うん。でさ、私覚えてるんだ。ボーカルのアイナエヴァさんが、かかってこいって言ったらさ、アイオ熱くなってステージに登ったじゃん。かわいい、ハルカだな。もう忘れろよ、あんなこと。だから私、いろいろ思い出しちゃって。問題になったんだから。明日のさ、約束の話。結婚式来てくれる？約束してる。いや、俺はいいよ。別に、お前の晴れ姿とか別に見たくねえし。約束を写し始めて。別に見たくないから。私、でも来てほしいなって。私の晴れ姿見てほしいなって、アイオに。いい、お前はそっちで幸せにやっとけよ。ゆきおも来てほしいって。ほら、ゆきおのアップ取りに行くぞ。いや、やっぱりゆきおも来てほしいって言ってる。来てくださいよ。やきもち、やきもち、やきもち、来てくださいよ、あやまさん。ダメよ、俺なんでそんな二人のそんな姿見に行かなきゃいけねえんだよ。じゃあさ、私明日結婚するけど、エピソードオブロゼリア2のソングアヤムは一緒に見よう。二部作だった。正気か、正気か。うん、時代どうなった。別にだってほら、映画見に行くだけだったらさ、罪にならないじゃん。それはダメだよ。そんな二つもなんかいけるみたいな、それはダメだろ。だって人生一度きりだし、別に行けない。どの喧嘩、ユキオにするか俺にするかしろよ。それは選べない。ユキオと結婚するんだったら俺はお前と絶対に映画に。ユキオと結婚するけどあなたとも遊ぶの。いいね、いいね、いい、いい、いい。あの顔やばい。このままだとかわいい。俺は絶対に、そんな奴とは絶対に映画に行かない。もっと好きな気分を思い出して。でも見て、ゆきなちゃんも来てって言ってる。巻き込んだ。来ても来てくださいよ。行った、来てきな、行った、行った。それでいいのか。いいわ、私たちのロゼリアの音楽は誰にでも届けるというか、私には関係ないわ。そらそうだな、ゆきなさんが喋ってる。ゆきなには関係ないこと。とにかく、はるか、約束をして、約束をして終わりにしてくれ。はるかはあの時の約束を覚えてないのか。約束？来た、それ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 。はるかは思い出す、昔俺と一緒にした約束があるだろう。いつから忘れてしまったんだ。約束？はるか、約束？こないだ私、そうだ、タクシー代払ったよね。
タクシー代返すって約束したよね。そうだ、それも大事な約束だけど、もっと前にもっとちゃんとなんか約束しただろ。だって約束は私一人で見に行ったもん。だから2のソングエマ一緒に見たいの。もう口説き落とされてしまえ。もう約束と一人で行ってソングエマ見たいんだったらもうユキオじゃなくて俺と結婚しろ。うん、オッケー。大丈夫、悪かった、大丈夫、感動、はるか、はるか大丈夫、あの、ね、背景について、はるか大丈夫、あ